皆さんこんにちは。出直し看護塾の青柳です。今回は課題静脈の話をしていきたいと思います。洞察力で見抜く急変予兆をお持ちの方はですね、116ページをご覧ください。さあ、課題静脈ってどこでしたっけ？課題静脈というのは名前の通り、大静脈の下の方ですよね。これは足やお腹の血管から血液をこう回収しつつ、右心房に戻っていくんですけれども、近くにですね、肝臓があります。ですから下大静脈にこうエコーを当てようとするとですね、必ず肝臓が見えてしまうと。肝臓が見えてしまうのは別に悪いことではないんですけれども、ここにRA というふうに書いてありますが、これ右心房ですよね。そして HV というふうに書いてありますが、これはですね、ヘパテックベインで肝静脈、肝動脈の方ではなくてですね、肝臓の静脈です。でこのヘパテックベインっていうところをですね、エコーでこう見つける必要があるんですが、右心房に注いで、いる血管で、この肝臓の静脈が見えているところ、それがですね、そこにあるこう太い血管が下大静脈ということになります。でこの下大静脈の測り方っていうものがありまして、これ自分でこう当ててみないと何とも言えないかと思いますが、結構ね、慣れないと見つけるのがこう難しいこともあるかもしれません。解剖がね、よく分かってないとやっぱり当てられないんですが、やっぱり僕もですね、あれなんか IVC ね、下大静脈、あれどこだろう、あれどこだろうとかやってるとですね、上の先生とかに、と言われて、ピタッとこう一瞬でね、当てられると、はぁ、というふうなこう気がしますが、やっぱり慣れないと結構難しいんですけれども、右心房に注いでいる血管で、そこにはちょっと見えにくいですけれども、肝静脈、ヘパテックベインも注ぎ込んでいますよということです。でこの下大静脈は何が大事かというとですね、この下大静脈がですね、あまりにもぺしゃんこになっている場合には脱水、つまり循環血液量が足りないんじゃないかというふうに考えることができます。脱水というと水が足りない場合と、あるいは出血も含まれますよね。ですからこの患者さんもしかしたら出血かもしれない、この患者さんもしかすると、血管の中のボリュームが足りないかもしれない、血管の脱水かもしれないという場合に、これは IVC をエコーで当てて5ミリ以下の場合には、やっぱり水が足りないなというふうに考えることになります。でどこを測るかっていうと、これ教科書によっても多少ですね、違いはあるかもしれませんが、これは先ほどお話をしたヘパテックベイン、肝臓の静脈の注いでいるところから2センチくらいですね、足元の方を見ると。でそこを測って、5ミリ以下の場合には脱水を疑いますよ。で15ミリ以上ある場合、太いってことですね、15ミリ以上あって呼吸性変動がない場合には鬱血を疑うということです。で呼吸性変動って何ですかっていうと、呼吸性変動というのは、息を吸うと胸腔の中にこう空気が入ってきますよね。で息を吐くと胸腔の中の空気がこう出ていきますので、息を吐いた時にですね、血液というのは心臓の方にこう変えてくるわけですが、こう息を吸っても吐いてもですね、もう静脈の中にこうパンパンに水が溜まっていて、息を吸っても吐いても全然こう下大静脈がこうびくともしないと。15ミリ以上になって、実際には20ミリ以上あったりすることも珍しくないんですが、20ミリ以上あってですね、息を吸っても吐いてもびくともしないという場合には、これ鬱血だな、循環血液量が増えているなというふうに考えることができます。一方で、呼吸性変動がある場合っていうのは、これ脱水が疑わしいんですね。息を吸ったり吐いたりするとですね、ぺしゃんこになったりすることがありますので、そうすると、これは脱水だなというふうに考えることができるということですね。でこれは特定行為の勉強をされている方はですね、ある程度勉強したかなという気はしますけれども、例えば、鬱血の場合というのは、これ利尿エコーを使いますよね。で脱水の場合には点滴の量を増やしますよね。ですが脈が速くて血圧が低いという方は同じかもしれません。この患者さんは水の量が多くて血圧が下がっているのか、水の量が足りなくて血圧が下がっているのか、アセスメントを間違えると患者さんがむしろ悪くなるわけですね。で水の量が多いのか少ないのかということは少し分かりにくいところがあります。ですから、これエコーを見ることによって間違いが極端に減るということですね。もうはっきり言って身体所見は重要なんですが、身体所見だけで評価するのには限界があります。ですから、
分かんねえなと思った場合にはもうエコーを当ててしまうということが重要で、分からないものをいつまでも考えているより、まあ、これまあ早く簡単に言えばまあカンニングですよね。もうお腹見ちゃえという感じで、まあ、エコーを当ててしまうということですね。ではちょっとですね、こちらご覧ください。ちょっと分かりにくいかと思いますが、まあ、これ真ん中にある血管がですね、まあ、こうペコーって動きましたよね、ペコーって動きましたけれども、これは、まあ、どれくらいの太さがあるかっていうとですね、まあ、16mm、16.2mm ですので、ちょっと太いかなっていう気はしましたが、呼吸性変動はありましたので、そう考えると、あ、これは、まあ、そんなにですね、うっ血は強くないかもしれないなというふうに考えることができます。まあ、少なくとも脱水ではありません。脱水ではなくて、まあ、若干うっ血気味だけれども、呼吸性変動はあるので、まあ、ものすごい悪いかと言われると、まあ、そうではないかなという評価になるかと思います。まあ、ちょっとね、斜めにこう入ってますが、ヘパテックベインというところからね、まあ、大体まあ2センチくらいのところを、まあ、一応測定しているということですね。でこの IVC ですけれども、循環血液量が知りたいんだったらば、これ CVP でいいんじゃないのっていうふうに思うかもしれません。まあ、確かにね、中心静脈圧を測るという方法もありますよね。今お話をしている下大静脈系 IVC というものもですね、循環血液量を、まあ、見ているんですが、さあ問題です。どちらが循環血液量をよりよく反映するんですかね。まあこれはですね、IVC です。まあ、圧倒的に IVC です。ですので、まあ、昔はね、まあ、CVP をよく測っていたかもしれませんが、まあ、現在は CVP はあまり当てにはならないということが分かってきています。全く役に立たないわけではありません。全く役に立たないわけではなくて、例えば1時間ごととか2時間ごとにこう測っていた場合には、ある程度こう時間軸、トレンドで見ることができますよね。ですから、中心静脈圧も全く、当てにならないわけではありませんが、最大の問題は、中心静脈の中にカテーテルが入っていないと調べることができないという問題と、まあ、そもそも量の問題を圧力で評価できるのか、だってね、静脈だってある程度こう、ね、ある程度どころか、かなり静脈ってこう膨れるんですね。ですから、量の問題を圧力で評価していいのかっていう議論がありまして、まあ、ですから CVP は全く役に立たないというわけではありませんが、 CVP だけで評価していくと間違える可能性がありますよと。循環血液量の評価に関しては、まあ、IVC 下大静脈系で見ていきましょうというのが現在の考え方です。ですから、まあ、これはですね、非侵襲的に評価できますので、まあ、ぜひですね、エコーが手元にある方はですね、まあ、測ってみるとよろしいかと思います。というわけで本日の出直し語録です。循環血液量を反映、下大静脈、中心静脈圧より優秀ですということですね。では次回はですね、心脳液貯留の話をしていきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。